作品8、火星と創意の試み初版、第2巻の表紙、火星と創意の試み作品8は、イタリアの作曲家、アントニオ・ビバルデが作曲し、1725年までに、アムステルダムの出版社、ミシェル・シャルルル・セーヌ社から出版された、バイオリン競争曲集、ほぼ同時期に、パリからも出版されている。火星と創意への試み、火星とインベンションへの試みとも表記される。 ビバルディのパトロンであった、ボヘミアの貴族、ウエンツェル・フォン、モルチン伯爵へ検定されている。ビバルディの最も有名な曲である、四季を含んだ曲集で、1724年から1725年頃に、オランダ、アムステルダムの出版社ルセーヌから6曲ずつ2巻に分けて出版された。曲集は、ボヘミアの貴族、ウエンツェル・フォン、モルチン伯爵。 本王人1676から1737へ検定されている。モルチン博は神聖ローマ帝国皇帝カール六世の帝神でハイドンの最初の雇用者であるカールフォン・モルチン博爵の親戚だった。ビバルディは1724年からモルチン博のイタリアの音楽のマエストロの肩書きでモルチン博の秘語を受け、報給を受け取っていた。 この肩書はビバルディがモルツンンクへ定期的に楽曲を提供することと、伯爵がベネツィアを訪問した際に、伯爵の楽団の世話を担うことを示していると考えられる。曲集はアムステルダムでの出版直後に、フランス、パリの出版社マダム・ボワ・バントル・クレール兄弟からも出版されている。ルゼーヌは作品3の調和の霊感から作品7の 12の競争曲までを出版したエテエンヌ・ロジェの娘婿で、ロジェが1722年に死去した後その事業を引き継いでいる。作品7から出版間隔が開いているのは、作品7にロジェ及び出版責任者のジャンヌが自前で用意した曲を勝手に水増しして出版したためと推測されている。ビバルディは前年の百二十四年十一月にピエモンテの貴族、 カルロ・ジャチントロエロ伯爵への手紙の中で24曲の競争曲の予約販売を持ちかけており、これはテレマンと同様に出版社を介さずに自作の販売を行おうとしたものと考えられるが、ビバルディの試みは挫折し、結局はロジェの後を継いだるセーヌから曲集の出版を行うことになった。以下の12曲から構成される。ありがとうございます。